はいどうも、三人大学生のトールです。今回は僕が浪人中に1年間オナ禁をしていたことについて話していこうかなと思います。まあ、下ネタかよって思われるかもしれないんですけど、まあ、普通にすごくないですか。あとこういうネタってなんかチャンネルによってはなんか話しづらかったりすると思うんですけど、まあ、僕のチャンネルの視聴者層って、まあ、ほとんど男性で、まあ、気を使うことなくこういったネタとかもやっていけるんですよね。でですね、オナ禁っていろいろ言われてるじゃないですか。例えばなんか都市伝説だとか、なんか医学的な根拠がないみたいな超否定派からですね、めちゃくちゃ効果がある、モテるとか集中力が上がるみたいな超肯定派まで、まあ、様々な見解があるかなと思うんですけど、でも実際に僕みたいに1年間っていうこう長いスパンでやったことがある人って、まあ、なかなかいないと思うんですよ。で本当にね、がっつり実践した身として話させていただくんですけど、まずね結論から言うと、オナ禁はめちゃくちゃ効果あります。効果があるっていうレベルじゃないですね。まあ、この後具体的に話していくんですけど、今何かにね向けてこう頑張っている男子はうまくハマればね、こう人の何倍もの勢いで成功に向かっていけるかなと思いますので、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。それでは行きましょう。そもそもなぜオナ禁をしたのか、でこれはですね、他の動画でも言ってるんですけど、僕は1年間予備校で浪人した経験がありまして、寮に入ってたんですね。当時が2013年だと思うんですけど、その際に使っていた携帯がガラケーっていう、今の若い子たちちょっと分かんないかもしれないんですけど、パカパカする感じの、携帯だったんですよ。で今ほど全然機能もなくて、ネットとかも検索したりとかなんかそんなにできないみたいな感じで、で結構うちはですね、性的なコンテンツにすごく厳しい家庭でして、パソコンやね携帯とかも全てフィルタリングがかけられてたんですね。なのでそのガラケーとかも、もう何も検索ができないようにされてて、でその状態でこう寮に入ったっていう感じなんですよ。親がその性的なコンテンツにめちゃくちゃ厳しいエピソードっていうのがありまして、僕のね父親が結構漫画好きなんですけど、静かなるドンとか、あと南の帝王みたいなヤクザ系の漫画がすごく特に好きで、で家にあったんですけど、で漫画たちってやっぱその大人向けの話になってるんですよね。風俗絡みの話とか愛人絡みの話みたいな感じで、ちょっと性的な話とかもあるんですよ。で当時ね小学生だった僕の弟が、まあ、その本をね隠れて読んでまして、でね本当にこれは悲劇なんですけど、弟がねその、まあ、静かなるドンとかのそのちょっと性的なページを開いて、で母親のとこ行ったんですよ。でママなんかこのページを見るとあそこの様子がなんか変わるんだけど、どうして、やばいですけど、まあある意味純粋な質問を投げかけまして、そしたら翌日それらの漫画全部消えてました。そんな中で僕はどうやってそのエロを調達してたかというと、友人からねそのガラケーにそういった動画とかを送ってもらうっていうことをしてました。でガラケーも一応その今ほどねスムーズに動画は見れないんですけど、カクカクな感じで見れるんですよ。で当時はそれでね友人からもらった3分ぐらいの動画をいただいて、本当いつもありがとうねっていう風に感謝したりとか、ご飯をおごったりとかしてましたね。でも浪人生活に入って友人とかとも連絡取ることもないし、で寮でもうひたすら勉強するっていうだけなんで、本当にねそういうエロいものから距離ができてしまったんですよ。一切目にすることもないみたいな状態になって、1年間やりきれたなっていう感じでした。具体的にどういった効果が得られたのか、これはね人それぞれ効果のレベルが違うかなと思うんですけど、僕の場合はですね文字通りスーパーサイヤ人になりました。まずですねマインドですね、精神的な部分、考え方の部分なんですけど、勉強のためにならないことは一切しませんみたいな超意識高い系みたいになってました。だから少しでもそういったその友人の誘いとかあっても、もう一切聞き入れないみたいな、そういう意志の強さみたいなのがありましたね。自信もねどこからかみなぎってくるなみたいな、そんな感じで、とにかくその状態が1年間継続するんで、だから浪人中でやっぱり周りで病んでいく人たくさんいたんですけど、僕は一切そんなことがなくて、もうずっと規則正しく健康に元気に過ごせましたね。でなんかもう勉強もめちゃくちゃ楽しくて、もう浪人生活全然あと1年2年続いても OK みたいな感じの精神状態でした。で次がですね時間の効率化ですね。でこれもいろんな要素がこう積み重なって一言で効率化って言ってるんですけど、じゃあ具体的にどういうことかというと、まず勉強の集中力がめちゃくちゃ続きます。休憩とかも1日20分ぐらいちょっと顔を伏せて仮眠取るぐらいでもう十分すぎるぐらいで、もうあとはその自分の持っている時間、まあ、1日1人24時間寝てる時間とご飯食べる時間以外はもう全部勉強できるみたいな、そんな感じです。疲れないし、あとねこう睡眠時間が僕8時間必要な人間なんですけど、当時は僕5時間で良くなりました。夜の1時までずっと勉強してたんですけど、次の朝
朝の6時には机にいるっていう。でこれ本当に何がすごいかってノータイムなんですよ。起きた瞬間にすぐ始められるっていう。まあ皆さんも分かると思うんですけど、布団の中でもぞもぞする時間あるじゃないですか。あれがないっていう、マジのノータイム。もうあらゆる点で時間を最大限利用できてたなっていう、そういう感じでしたね。マジのスーパーサイヤ人です。でこんな感じで普通に効果があるんで、実は今もですね、僕 G 行為のデータとかをですね Excel で管理してるんですよ。で回数も1ヶ月に何回とか制限してますし、ここまでねその当時みたいにガチでやることはないんですけど、これからもずっとこうコントロールしていこうというふうに決めてます。はい、そんな感じでですね1年間オナ禁を続けて、成績だったり自己肯定感も爆上がりしたトールなんですけども、まあ、この話は悲しいオチがありまして、1年間そのオナ禁を続けて、まあ、スーパーサイヤ人状態で成績も、まあ、20から25ぐらい偏差値上がって、志望してたあの早稲田商学部も A 判定がずっと出てたんですよ。でその状態で受験直前期に入ったんですけど、で僕の場合ですね、今日九州から東京に渡ってホテルで1ヶ月間弱ですね過ごすんですよ。でそこでまあ入試とかを受けに行ったりするんですけど、もうこれね勘のいい方ならもうわかるかもしれないんですけど、ホテルってあるじゃないですか、有料チャンネルのサービス。でちょっとねホテルでゴロンとしてた時にふと見ちゃったんですよね、有料チャンネルの無料紹介ムービー的なやつを。でお金払ったら先見れますみたいな。で僕もなんかその暇つぶしというか、そのなんかね勉強の合間の息抜き的な感じでなんかちょっと見ようかなぐらいだったんですよ、その紹介ムービーを。でちょっとその要は女性とか映るんで、もう本当に衝撃的で、女性の裸ってこんなにすごかったっけっていう本当に感動しました。そんな感じで性に目覚めたての小学生みたいな感じで感度がもう研ぎ澄まされていて、で気づいたらお金払って4回抜いてたんですよ、滝のように。でこれまあ今となってはその笑い話っぽいですけど、その後普通に体調崩しまして、次の日ね風邪と微熱で寝込みました。まあ幸いね次の日は入試がない日だったんですけど、おそらくめちゃくちゃ免疫が下がったんだと思います。1年間オナ禁してからの1日で4発なんで、普通に体に申し訳なかったなと思います。あとねこう結果的にね自分の中でこう1年間俺はオナ禁を続けてるんだっていう願掛け的なものをですねこう直前に破ってしまったっていうことが、その自信喪失につながってしまったんで、まあ、それはねめっちゃ後悔してます。まあ、そういうオチはあるんですけど、マジで1年間でもいいですし、ちょっとしたスパンでもいいんで、もし興味がある方は試してみてください。特にこのコロナの、ね、時期とかね、やっぱり精神的に鬱っぽくなってしまう人とか多いと思うんですけど、とにかくオナ禁をして毎朝散歩行ってちょっと筋トレしたりしてみたいな、自炊してご飯食べてみたいなことをちゃんと、そういうことをすれば精神状態で良くなりますから、すっごくおすすめです。都市伝説とかじゃないと思いますよ。だってねしこったら疲れるじゃないですか。でしこった次の日って目覚め悪くなるじゃないですか。そもそもそれが起こらないっていう時点でもうメリットなんですよ。僕はマジでオナ禁肯定派です。はい、そんな感じですね。まあ、この動画がもし好評だったら、オナ禁関係の動画をじゃんじゃんアップしていくので、ぜひですね高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということで次回の動画もお楽しみに。ご視聴いただきありがとうございました。